健康応援元気だね。この番組は皆さんの元気と健康を応援します。親子で歌を歌うことです。歌った後気分がいいので体調も良くなるような気がします。元気だね。サッカーやったら元気出る。シュート決めるとなんか嬉しくて元気が出る。元気だね。子供が2人寝た時の、コーヒーとか甘いものを食べながらのホット息タイムが元気の源です。元気だね。続いては元気のワンポイントアドバイス。トヨタ地域医療センター総合診療科の近藤です。今日は食中毒について解説をします。食中毒を引き起こす主な原因は細菌とウイルスです。気温や湿度の高くなる夏には細菌の増殖が活発になり、細菌による食中毒が発生しやすくなります。細菌による食中毒の予防は3つ、つけない、増やさない、やっつけるが重要です。つけない、手を洗いましょう。肉や魚を他の食品と分けましょう。増やさない、できるだけ早く冷蔵庫に入れて早めに食べましょう。やっつける、中心部までしっかり加熱処理をしましょう。腹痛、発熱、嘔吐、下痢などの症状が食後すぐに出ることもあれば、1週間ほど経ってから発症することもあります。食中毒を疑う症状を認めたら早めに病院に相談しましょう。元気だね。それではもう一度、皆さんの元気の秘訣を教えてください。息子の笑顔です。満面の笑みでギュッと抱きしめてくれる時がとっても幸せです。元気だね。私はダンスを踊ることが好きです。元気だね。車を使わず近くは自転車です。15分20分ぐらい。元気だね。子供と一緒にもう寝ちゃうことですね。とりあえず気分も変わってすっきりして元気になりますね。元気だね。時間を見つけてはさなぎ山に残ってトレーニングをしてます。目指すのは北アルプス。元気だね。皆さんの元気な花咲かせてください。